墓を舞うマオリ族の男性たちを描いた肖像画墓はニュージーランドのマオリ族の民族舞踊。主に男性が踊る。1904年、ルアトキを訪問したランフリー総督訪問団を歓迎し墓を舞う。マオリ族の男女本来は、マオリ族の戦士が戦いの前に手を叩き足を踏み鳴らして、自らの力を誇示し、相手を威嚇する舞踊である。現在では、 国賓や海外からの渡航者を歓迎する舞として披露されるほか、ラグビーニュージーランド代表が国際試合前に舞う民族舞踊として有名である。ニュージーランドでは一般的な民族舞踊であり、相手に対する敬意や感謝の意を表する舞として披露される。結婚式、卒業式、開会式、歓迎式典、スポーツの試合など、いろいろな場面で目にする機会が多い。 死者の御霊を供養し、哀悼の世を表す形として、葬儀で墓を舞うこともある。英語では、墓を含めて、一般的に、バトルクライ、または、ウォークライ伝承によると、ラグビーニュージーランド代表の墓、カマテは1810年に、ガキとアブ族長のテラウパラ派が踊ったものである。テラウパラ派は、敵に追われて、地下の食料庫に逃げ込み隠れていた。い出してみると、 目の前に人がおり、殺されると観念したが、幸運なことにてラウパラ派と親しい部族の長であった。救出された喜びと感謝の気持ちを込めて踊ったものが、鎌手である。1905年のイギリス遠征の際に、オールブラックスが戦いの踊りの要素を取り入れたものを初めて踊り、以後代表チームに受け継がれることとなる。墓を先導するリードは、 伝統的にマオリ族の血筋を引く選手が行っている。ただし、サモア系移民である元オールブラックスの棚馬賀は、偉大なオールブラックスキャプテンとして迎えられ、特例として2004年からリードを任された。馬賀の後、伝統的な慣例が守られない時期もあったが、ピリウィプー、リアム・メッサム、元、ニュージーランドマオリキャプテンがリードを務めている。また、トンガ代表は、シピタウ、 サモア代表は、シバタウ、フィジー代表は、ジンビとパシフィックアイランドのチームにもそれぞれのウォークライがあり、参加国選抜チームのパシフィックアイランダーズにも独自のウォークライがある。ラグビーワールドカップ2003では、オールブラックスの墓の最中に興奮した対戦相手のトンガ代表が対抗して、シピタウを行い、墓バトルとして話題となった。試合前の取り決めでは、 互いを尊重して、オールブラックスの墓が終わってからトンガがシピタウを行うとしていたが、試合前の異様な盛り上がりとオールブラックスの墓に、トンガ代表が刺激され墓合戦に発展した。2005年8月28日、トライネーションズの対南アフリカ戦において、新しい墓、カパ・オパンゴが突如披露された。この墓は、終末に首を切るようなジェスチャーが含まれ、問題視されたが、 オールブラックスから相手の首を切る挑発的な意味ではなく、自らの首をかけて戦う意気込みを示すものとの趣旨の説明があるなど議論が重ねられ、現在首を切るジェスチャーが維持されている。オールブラックスの墓は非常に洗練されたパフォーマンスとして知られているが、一昔前までは全く練習していない選手がいたり、練習していても切れのないものであった。現在では試合前日に、 墓の練習を行っていて、洗練されたパフォーマンスを維持している。鎌手の歌詞、鎌手、鎌手、カオラ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 、テネーテタナタプフルフルナーネイティキマイファカフィティ、テラ、アウパネ、アフパネ、アウパネ、カイコールーパネ、フィティテラ、ヒ、鎌手の意味、死ぬ、死ぬ、生きる、生きる、 見よ、この勇気あるものを。ここにいる毛深い男が再び太陽を輝かせる。一歩はしごを上へ。さらに一歩上へ。一歩はしごを上へ。そして、最後の一歩。そして、外へ一歩。太陽の光の中へ。立ち上がれ。ソフトボールニュージーランド代表は、シドニーオリンピックの地区予選で試合前に行った。野球ニュージーランド代表は、 国際大会デビュー戦となる2013、ワールドベースボール、クラシック予選初戦の台湾戦の試合前に墓を踊った。その他、サッカーニュージーランド代表、女子代表、ホッケーニュージーランド代表、アイスホッケーニュージーランド代表、バスケットボールニュージーランド代表も試合前に墓を舞うことがある。日本では1991年に、中外製薬の栄養ドリンク、 グロンサンデラックスのテレビ CM でデラックスウォークライという名称で田中ミノルラがスーツ姿で墓を踊っていた。くは日本語風にした頑張って頑張って仕事となっている。スクールウォーズ2のオープニングでも選手たちが墓を踊るシーンがある。劇中では大木大輔がメンバーに教えた。1995年大日本女中技区、虫よけ。 キンチョールのテレビ CM は玄関先で履き掃除をしているバンドを三つ五郎に蚊の被り物を着用したマオリ族風の男性数人が墓を踊りながら襲いかかり三つ五郎を持ち上げてどこかへ連れ去るという内容だった2010年日本コカ・コーラが制作したコカ・コーラゼロ用テレビ CM でアムロナミエのダンスチームと墓ダンスチームが ダンスバトルを行うテレビコマーシャルを放送。この墓について、マオリ族から伝統的な墓を正しく伝えていないと否定的な意見が寄せられた。また、黒いシャツを着た男性ダンスグループの服装がオールブラックスのユニフォームと類似していることから、商標権の侵害にあたる可能性があると、オールブラックスのユニフォームを管理するニュージーランドラグビー協会からも、 内容を問題視する警告が寄せられた。チームシャチホコが歌う、乙女受験戦争の冒頭で墓をイメージさせるものを行っていて、歌詞は記述のグロンサンデラックス同様に、頑張って、頑張って、受験となっている。なお、リードは、イメージカラー赤を担当する、秋元ほのかがとっている。ありがとうございます。